難所にある段ボールベッドはこのような形で配備されています。段ボールベッドは6種類のパーツで構成されています。組み立てを始める前にパーツを箱から出して種類ごとに並べると組み立てがよりスムーズにできます。この段ボールベッドはまず土台 A、土台 B を作り、その上に天板を乗せる構造となっています。それでは早速土台 A から組み立てていきましょう。土台 A の組み立てにはパーツ A とパーツ B を使用します。1枚のパーツ A に対しパーツ B を5枚差し込んでいきます。この時パーツ B の斜めにカットされている側の溝には A を差し込まないように注意します。では実際に組み立ててみましょう。パーツ A をさらに2枚追加していきます。この時もパーツ B の斜めにカットされている部分にはパーツ A を差し込まないように注意します。同じ要領で土台 A を3つ作ります。続いて土台 B を作ります。土台 B も大まかな流れは土台 A と同じです。土台 B を作るときはパーツ B の真ん中2列にパーツ A を差し込みます。両端の溝には差し込まないように注意します。土台が完成したので、その上に天板を乗せていきます。土台 A の上にはパーツ C を。土台 B の上にはパーツ D を乗せます。続いてパーツ E、パーツ F をそれぞれ土台にかぶせていきます。天板のパーツで土台と土台をつなげるようにかぶせていきます。この時天板が斜めになっているとうまく差し込めません。天板が地面に対して水平になるように差し込みましょう。最後に1枚残ったパーツ A はスペーサーとして土台 A の一番端に差し込みます。これで段ボールベッドの完成です。ご視聴ありがとうございました。